イルクーツクは、ロシアのシベリア地方に位置する都市で、イルクーツク州の州都。人口は、約62万人。首都モスクワからは、シベリア鉄道でつながっており、ロシア極東地域とウラル、中央アジアをつなぐとき、シベリア東部の交渉及び交通の要衝である。ロシア正教会の大主教座が置かれ、劇場などの文化施設も充実する。また、街並みの美しさから、 シベリアのパリと呼ばれることもある。町はバイカル湖西岸内陸にあたり、イルクート川とバイカル湖から流れ出るアンガラ川の合流地点の右岸に位置する。イルクーツクの伝統的家屋、ボゴヤブレーニエ大聖堂1652年に、コサックの一体が毛皮を取るためにアンガラ川の下半に設けた宿営地を起源とし、1686年に市としての直興を得た。 古くから、毛川の集積地、中国の清志や多種県との国境交易の基地として使われてきた。18世紀末に、イルクーツクに一時滞在した日本人、大国や高大友は、中国、朝鮮、満州などの人が交易に訪れ繁華な土地であると述べている。また、ロシア中央から、囚人や政治犯の送られる流刑地でもあり、1825年には、 デカブリストの乱を起こした貴族たちは、イルクーツクに流された。1863年には、ポーランド立憲王国で反ロシア放棄が起き、放棄の参加者たちがイルクーツクに流された。市内にある、ゴシック様式のレンガ作りの教会は流刑にあった、ポーランド人たちが建設したカトリック教会である。シベリアへのキリスト教宣教の拠点でもあり、イルクーツクのインノケンティは、 聖教会では、イルクーツクの奇跡者性イ因の県地として、聖人とされる。1898年には、シベリア鉄道が、イルクーツクまで開通し、1904年に、ウラジオストクまで延伸された。日本との関係も深く、最初に、ロシアを訪れた、日本人であるデンベイが1701年に、イルクーツクに滞在したのを皮切りに、多くの漂流者がこの地に永住し、 前述の通り、大黒や高田優もこの町に、往路、袋共に滞在している。1705年伝兵を教師として、サンクトペテルブルクに創設されたロシア最古の日本語学校が1753年イルクーツクに移設され、日本から漂流し、ロシアに帰化した者たちが教鞭をとっていた。第二次世界大戦後は、日本人の抑留地の一つとなり、 抑流者による労働で建設された建物が残る。また、イルクーツク市は1967年3月20日以来、石川県金沢市と姉妹都市協定を結んでいる。そのため、市内には金沢通りという名前の通りがある。大陸性気候、欠片の気候区分では関体と気象気候に、属し、1月の月平均気温が低摂氏17.8度と寒いが、 極東のハバルフスク島よりは高く、また、近隣のバイカルコ島岸の裏腕に比べるとはるかに温暖である。7月の月平均気温は、摂氏18.3度で30度を超える日も、珍しくない。近年温暖化が顕著であり、1971年から2000年平年値より1月は、摂氏2.2度も上昇した。 過去最高気温は1915年7月の37.2度、過去最低気温は1915年1月のマイナス49.7度である。シベリア横断鉄道のイルクーツク旅客駅市の中心部分はアンガラ川の右岸にあり、そこからアンガラ川をまたぐ橋を通り、対岸にシベリア鉄道のイルクーツク旅客駅がある。市内はバス、路面電車、タクシーなどが利用できる。 主要道路には、シベリア横断道路が、アンガラ川左岸にあり、東へは地下までが、M55 幹線道路、西へはノボシビルスクまでが、M53 幹線道路と呼ばれている。また、アンガラ川の周運も利用でき、下流へは、ブラーツクまで、上流は、リストブヤンカを経て、バイカル湖上の各地へ通じている。空港は、イルクーツク国際空港がある。市街地と空港の間には、 トロリーバス4号線が運行されている。次のような大学がある。また、以下の大学もあったが、2016年に高等教育制度改革の一環で、イルクーツク国立大学に合併された。ありがとうございます。